特別賞の発表です。特別賞は12番チャンユンジョンのオモナを歌った渡辺美奈さんです。どうぞ真ん中の方にどうぞ、真ん中の方にどうぞ。さあ、とても素敵なプレゼントをお渡しいただけますでしょうか。もう少し前の方にいらしてください。では素敵なプレゼントが審査員のパクソン先生から渡されます。皆さん温かい拍手を。それでは第3位を発表します。エントリーナンバー14番タビチのミオドサラガニカを歌った柴崎あさみさん、佐藤愛さんです。おめでとうございます。それでは日本食さんからプレゼントを渡していただきましょう。トロフィー、韓国風俗画コーヒーカップセット、セジョン八段提供韓国語学習教材セット、そして本選大会出場権が与えられます。まあ、よかったですね。さあ、一言ずつちょっといただきましょう。どうですか、今の気持ち。いや、入ると思ってなかったので、すごいびっくりしてます。本当ですか。でも去年のリベンジ果たせそうじゃないですか。はい、やりました。今もう帰ろうって言ってたんですよ。それでは発表いたします。
エントリーナンバー15番金テウのハゴシプンマイを歌った田中義道さんです。皆さん温かい拍手をお願いいたします。さあ田中さんにはトロフィー韓国観光公社仙台支社提供茶器セット、セジョン博多提供韓国語学習教材セット、そしてもちろん本選大会出場権が与えられます。今一度大きな拍手をお願いいたします。しっかりカメラにいい笑顔を見せてくださいね。はい、さあそれでは一言、はい、田中さんにご挨拶いただきましょうか。どうですか今の気持ち。いや、あの兵庫県から来たんですけど、ありがとうございます。戦いがありましたね。よかったですね。おめでとうございました。とっても嬉しそうな笑顔でございます。さあ両隣の方が羨ましそうに茶器セットを見ておりますけども、さあそれでは第1位の発表です。エントリーナンバー18番ユンナのパスワード486を歌った千葉さやかさんです。おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いします。元気いっぱい歌ってくださって、この会場全体を沸かせてくださいました千葉さやかさんに、管理本委員長からトロフィーが今渡されました。はい、さあねえ泣いちゃってますけども、大丈夫です。今モテますか。ちょっとモテないですけども、こういったプレゼントが、はい、渡されますよ。じゃあ一緒に、はい、カメラに向かって笑顔お願いします。先ほどもほっとした感じ、ヒョンソクさんがお休みって言ってくれたので眠たいぐらいなんていうふうにおっしゃってましたが、寝なくてよかったですね。皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。さあ、ちょっと一言ご挨拶いただきましょう。もう本当に涙が止まらないって感じですけども、どうですか。はい、なんか今日ずっと練習してきたので本当に嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。3、2、1、はい、2枚抜きます。はい、3、2、1。